どうもすみません。東海ステークスと AJCC の結果分析です。まずは AJCC アメリカジョッキークラブカップからです。1着ダンビライト、2着ミッキースワロー、3着マイネルミランドでした。大外れでした。このレースはよくありがちな分かりやすい展開というか、まあ、僕の動画を熱心に見てくださっている方なら何度か説明したことありますんで、 理解しやすい競馬ではあったとは思うんですが大逃げをする馬がいましてまあマイネル・ミラーノとダンビライト2頭の大逃げになったんですけれどもそれに対してポツンと離れた3番手にいた馬ですねポツンと離れたところで先頭に立っている馬この馬に乗ってるジョッキーがレースの流れを読めるかどうかでレース展開が変わるっていうところがあってそれで今回に関してはトミケンス・ラーバーエダ・テルオ騎手が レース展開をを読み違えて仕掛けけ遅れをしたわけですね。それで後続のミッキー・スワロー横山典弘騎手が遅いよっていうことで仕掛けてまくっていくような形それで一緒にディサイファー・エビナ騎手の方も上がっていったっていうような形ですね今回の場合は最初から大逃げっていう形になったわけではなくてスタートしてしばらくしてダンビライト・ミルコ・デムロ騎手ダンビライトがちょっと 行きたがる感じもあったとは思うんですが、それでペースが落ち着いたんで、ミリコデムーロ騎手がマイネルミラノをつつくような形で、それでペースが少し上がったかなっていう感じですね。で、そこで離されていった時、そういった時にトミケンスラーバー、エダテルオ騎手はある程度ついていかなきゃいけない、そういったような展開ではあったと思いますし、まあ、一旦、待つにしても、 もっと早く仕掛けなきゃいけないんですよね。だいぶ早く仕掛けなきゃいけなかったんですが、まあそれもしなかったということで、レースの流れを読んでたミッキー・スワロー、横山の弘騎手が動いていったっていう感じもありますね。それで前にいた2頭、マイネル・ミラノとダンビライと、この2頭だけで競馬をしているようなところもあって、要するに競馬が2分割されてたんですよね。 マイネルミランのダンビライトの2頭と後続の馬たちの集団と二分割されてたっていうところがあってそこの間を途中から埋めていったのがミッキー・スワローの動きで要するにミッキー・スワローはすごく強い競馬をしたっていうことですねでマイネルミランのダンビライトに関しては比較的楽な競馬スピード競馬で自分たちの競馬をできたっていうところがあって、まあ、それはマイネルミランの柴田第一騎手は逃げが。 逃げのペースメイクがうまいんで要するに後半の方もうまくペースメイクで後続に足を使わすようなペースメイクはしてたっていうことですねこれがまた逃げてる騎手がですね下手くそだとペースメイクペース上げきれずにうまくいかない時もあるんですが今回に関しては柴田大地騎手が逃げたということでダンビライとマイネル・ミランのは楽な競馬が比較的できたかなっていう感じですね それでは、うちの方から一頭ずついきます。レジェンドセラー。レジェンドセラーは、まあ一番難しいレース展開になったかなっていう感じで、まあ、この馬は不器用でズブいところもありますんで、こういうようなレース展開、器用さとスピードを必要とするようなレース展開になると苦しいところが出てきますね。で、切れる足もないんで、まあ後ろからあれだけ足を溜めたとしても、前が止まってくれないと、 前がなだれ込この馬なりには、まあ次につながる競馬はできたんですけれども、まあもうちょっとレース展開とフィットしないとっていう感じで、基本的にはもうちょっと力のいる馬場の方が合うかなっていう感じもありますし、馬体的にもプラス10キロ多少余裕があったかなっていう感じもありますね。まあこの冬の時期にプラス体重っていうのはそんなに悪くないことが多いんですが、この馬に関しては多少 余裕があったかなっていう感じですしまあでもまあ次に向けていい競馬はできた方かなと思いますねトミケンスラーバートミケンスラーバーについてはさっきから言ってる通りあそこはまずついていかなきゃいけなかったですし一旦待つにしてもだいぶ早く仕掛けなきゃいけなかったんですよねだいぶ仕掛け遅れだったかなっていう感じでそれでポツンと離れた3番手にいましたんでそのトミケンスラーバーが 仕掛け遅れになることによって、後続の馬たちがだいぶ、ロスが生じてしまった、難しい競馬になってしまったかなっていう感じで、トミケンスラーバは、ある意味、ダンビライトやマイネル・ミラノのアシストをしてしまったっていうような競馬ですね。で、まだ差し馬だったら一旦待ってもいいんですが、このトミケンスラーバは先行馬、スピードとしぶとさを生かすようなタイプの馬ですんで、なおさらですよね。 なんか手応えが悪くなったりおかしいところがあったのかなって思ってビデオを見直してみたんですが直線では普通にムチ入れて追ってますしまあ特におかしいところもなかったということで単純な読み違いっていうような競馬になりましたねミッキー・スワローミッキー・スワローは馬体なんか見ててもやっぱり馬だなっていう風に感じますしレース内容もここでは1枚上っていうような強い競馬をしましたし こういう馬を見てると刺激を受けるというか、切なくなるぐらいに感動に近いような感覚になるんですけれども、競馬を一生懸命勉強してきてよかったなっていうふうに感じますね。で、ミッキー・スワローだけじゃなくて、スワーブ・リチャード、奇キ跡キ、レイ・デオロバ青ョ所を勝ったアドミラブル。この世代のボバ、コバ戦線で中心になってくるような馬が何とかいますね。ですからレベルは比較的高いと思います。 まあ元々はヒン馬はレベルは高いけれども、ボバはレベルが低いっていうふうにボロッカスに言われてた世代なんですけれども、中途半端な競馬評論家だとか、その辺の人たちがあんまり当てにならないっていうことがこれでもわかるとは思うんですが、まあそういったようなこともありますんで、まあこの世代は今後楽しみで、まあ世代交代とまで行くかどうかはわからないんですが、里のダイヤモンドに接近する可能性が出てきた、そういったようなレベルの馬たちがいますんで、 ま、今後は面白いですね。競馬が、小馬先生が面白くなっていくなっていうふうに感じていて、まあ、なんか未来を明るくしてくれるような、そういったような馬たちが出てきてくれたなっていう感じがありますね。そして今回は縦長のばらけるようなレース展開。刺マンにとっては難しい競馬になったんですが、自分から動いていきましたね。多少強引ではあるんですが、強い馬に乗ってる時の選択肢の一つとしては間違ってはないですし、うまく乗ってくれたかなっていうふうに思いますね。 で、この馬に関しては切れる足がありますんで、待って素足勝負にしたらもしかしたらもっと際どくなっていた可能性はあるんですが、それはギャンブル性が高くなってきますんで、まあ、こういったような強気な競馬をした方が安全性は高いかなっていうところで、まあ、この馬はもともとはあんまり器用な競馬ができなかったというか、まあ、若手騎手が乗ってたということで、それで競馬に融通が利かなかったところはあったんですけれども、 横山紀弘騎手っていうトップレベルの技術がある騎手が乗ることによって競馬にも融通が利くようになってきていろんなパターンの競馬ができるようになってきたかなっていう感じですね一旦足がたまればこういったような競馬もできるっていうことが分かって今後に向けてかなり明るい内容にはなったかなっていう感じですね横山紀弘騎手については何度か言ってるんですがベテラン騎手の中でもあまり腕が落ちてないジョッキーですんで まあ今でも型にはまった時はやっぱり名手っていう形ですしこういったレース展開の中でもこういったような馬の能力を引き出すような乗り方ができたということでやっぱりこのコンビっていうのは今後も G1 でも注目が必要かなっていう感じですね。司法。司法はですね馬、まあ、体的には悪くはないんですがやっぱり スピード勝負だとか、器用さだとか、そういったところで、このメンバーに入ると難しいところがあるのかなっていう感じですね。まあ、今回、レース展開がですね、難しい競馬になりましたんで、なおさら、そういったところが出たかなっていう感じですね。歩き方が多少もっさりしてるようなところもありますんで、まあ、この辺がもうちょっとピリッとしてくれればっていう感じはあると思います。ただ、G3 やオープン特別ぐらいだったら、普通に有力かなっていうふうに思いますね。 ゴールドアクターはですね、まあ、馬の形だけなんとか出来上がったかなっていう感じで筋肉の質も硬く見えますし躍動感がないですし、まあ、なんか体全体もスムーズに動けてないそういったような形の仕上がりですとにかく今回は追い切れ映像でバネや躍動感を感じなかったそれがそのまんまパドックの馬体にも出てたかなっていう感じで過剰人気でした で、このタイミングに竹豊騎手に乗り換わりましたんで、まあそれで竹豊騎手のせいにするようなわけわかんない人も出てくる可能性がありますし、レース前から仕上がりはいいだとか、あとは自力が違うだとか、そういったような評価をしてた専門家もいましたんで、まあそういった意味でも、まあ竹豊騎氏に変なあれがつかなきゃいいなっていうふうに思いますね。ゴールドアクターはですね、馬の形はそんなに悪くはなかったんで、叩いて 躍動感、柔らかみ、そういったところが出てくれば、ある程度は走ってくる可能性はあると思いますね。ディサイファー。ディサイファーはですね、まあやっぱり仕上がりの方は良かったですね。引き続きいいっていうような感じで、ピークの時と比べるとっていうようなところはあるんですが、今のディサイファーとしてはやっぱり仕上がりの方は良かったですね。それで まあ自分からある程度じわっと動こうとしたところで、外からミッキー・スワローに一気に来られて、それで一緒に上がっていくような形で、外からプレッシャーをかけられながらの競馬になりましたんで、相手いた中で繊維喪失をしなかったっていうところは、今のこの馬の良さが出てるかなっていう感じですね。で、直線の方もじりじりとこの馬なりの足を使ってましたし、あの苦しい競馬の中でかなり内容は良かったかなっていう感じですね。 まあこの馬に関してはあまり高く評価されてなくて、まあ、アンカツさんなんかもツイッターでこの辺が来るんだからっていうようなことを書いてたんですが、このディサイはもともと力はありますんで、まあ、そういった意味でもこの馬の構想っていうのはフロックではないですし、まあ、レース展開によっては中段後方で足を溜めてしぶとさを生かせるような競馬になればいいところがある馬ですし、この出来をキープできればっていう感じですね。ダンビライト。ダンビライトは まあやっぱりレース展開的にはまったかなっていう感じはあって、マイネルミラーの柴田第一騎手がペースメイクで後続に足を使わすようなペースメイクをしてましたし、そういった中で2番手、まあ前に壁を作るような形で回ってきましたね。そういったような形で丁寧に回ってきて、スピードとしぶとさを生かすような、このま,まの持ち味を存分に生かすような競馬ができたかなっていう感じがありますね。まあただ、 やっぱりこの馬も自力があってここのメンバーに入るとやっぱり上位5頭には入るかなっていう感じの馬ですんで、まあ、そういった中で能力を存分に生かしたミルコ・デ・ムーロ騎手の好奇情もあったかなっていう感じですねミルコ・デ・ムーロ騎手はですねちょっと絶好調とまではいかないんですが今回みたいな形で、まあ、先週のパフォーマープロミス日系新春杯の時もそうなんですが大胆のポジション取りをしてそれで その形でしっかりと乗れてるっていうところがありますんで、まあ、条件戦なんか見てたらレースによってはあれっていうようなちぐはぐな競馬も目立つんですが、まあ、でもうまくいってる時っていうのはミルコ・デムロ騎手らしさのうまさが光ってるかなっていうところもあって、今回も大胆なポジション取りで2番手にスッといって、しかも道中ですね、途中でマイネル・ミラノをつついてペースアップをさせたその辺の競馬のコントロールもしてましたんで、 まあかなりうまく乗った、かなりの好奇情ではあったかなっていう感じで、ミルコ・デムロク氏は、あれですね、宝塚記念の里のクラウンで、北サンブラックとかあの辺をつついて、それでスペースを上げさせたっていうような、そういったようなこともありましたんで、まあこういうような競馬は結構ミルコ・デムロク氏やるんですよね。で、今回もそのペースを、 コントロールする。そういったような形でつついてっていうような競馬をしたんで、まあこれはミルコ・デムのノ種の凄さが光ったっていうようなレースでもありますね。で、それに応えられるだけの能力がダンビライトにもありましたし、スピードとしぶとさに関しては G1 でも通用するレベルかなとは思うんですが、ただ、瞬発力とかそういったような他の馬たちが能力を出し切れるようなレース展開になった時にパンチが足りないっていうようなそういったようなレース内容にはなっていくかなっていうところで、まあ今後は いかにこういったような有利に競馬ができるようなレース展開に持ち込めるかっていうところが鍵になるかなっていう感じですね。湘南バッハ。湘南バッハはプラス体重ではあったんですが、ふっくらとした感じで引き続き仕上がりは良かったと思いますね。で、今回はチャンスかなとは思ったんですが、スタート直後出していってポジションを取りに行って、それで、まああれぐらいのポジションだったらまだ 大丈夫かなっていうふうに思ってたんですが、前にいたトミケンスラーバーが仕掛け遅れをしてしまって、それで、外に出して、ある程度強気の競馬をしなきゃいけなくなって、そこに外からミッキースワローたちが一気に来ましたんで、外からプレッシャーをかけられて、足が溜まらないような競馬になってしまいましたね。ま、ちぐはぐな競馬になってしまって、これがまた、もうちょっと後ろで足が溜められることができれば、もしくは、あのポジションからでも、もうちょっとトミケンスラーバーがスッと、 ペースメイク、競馬に、競馬の流れに乗ってくれてれば、湘南バッハも足が溜まって末足を生かすことができたかなっていう感じで、本当にこのタイミングでもったいない競馬になったなっていう感じですね。それでもあれだけ厳しい競馬の中で最後までそこそこの競馬をしてましたんで、このままの自力っていうのはやっぱりあるなっていうふうに感じましたね。ですからあとは運ですね。うまくレース展開の中でこのままの末足が生きるような 競馬になるかっていうところですねマイネル・ミラノマイネル・ミラノは今のマイネル・ミラノとしてはかなり出来が良かったかなっていうぐらいそれぐらい馬の形が良かったですねただ一番いい頃はですねもっとバネがありましたしダッシュ力もありましたしその辺が衰えたかなっていう感じがあって、まあ、全体的なスピード能力自体はそんなには落ちてないんですが直線で本当だったらもっと突き放せ 出たかなっていう感じでまあそこで突き放せない分ダンビライトにとっては競馬がしやすかったかなっていうようなそういったような内容にはなってしまったところがありますねでもやっぱり柴田第一騎手は逃げのペースメイクが上手くて後半の方もギアを上げてって後続の馬たちが苦しむようなそういったような競馬をしてましたし今のマイネルミラノとしては最高の競馬をしてそれでその流れの中でダンビライトがもっといい競馬ができたかなっていう感じですね マイネルディーン・マイネルディーンはやっぱり足の筋肉の質が落ちてますしバネがないですし、まあ、ちょこちょこ歩いているような感じで一番いい頃のこの馬の感じはないなっていう感じで、まあ、ちょっと強い調教をしすぎたのかスピードタイプ寄りの仕上がりになってしまったかなっていう感じで、まあ、1層前か2層前ぐらいにもうちょっといい仕上がりがありましたんであの感じに戻ればっていう感じありますねピークは過ぎた馬ですね。 当選ビクトリー。当選ビクトリーは、有馬記念に引き続いて仕上がりは良かったですね。まあ、ただ、やっぱり外枠が響いたなっていう感じで、まあスタートダッシュがもうちょっとつくような馬だったらいいんですけれども、内枠だったら多少は違ったかなっていう感じで、まあ外を回るような感じである程度いい競馬はしたんですが、そこまでの瞬発力があるわけでもないですし、空いたような縦長の一番、 動くのが難しいようなレース展開にもなりましたのでそういった中でよく競馬をしたなっていう感じで今の充実っぷりが出たような競馬でもあるかなっていう感じで好内容ではあったかなっていう感じですね続いては東海ステークスです1着低 M 迅速、2着コスモカナディアン、3着モルトベーネでしたこのレースはフェブラリーステークス G1 へ向けてのステップレースということで こういう G1 でもチャンスがありそうな馬が圧勝っていうようなそういったような内容っていうのは今後に向けて明るい内容かなっていうふうに思いますねで2着に来たコスモカナディアンもフロックではないです仕上がり良かったですしこういったようなスピード競馬の中で手応えよく気温に立ち回ってそれでしぶとい素足もあったかなっていうような感じですね3着以下については展開の間だとかそういったこともありますんでまああんまり参考にはならないんですが上位 にについいいててはああある程度力があっっのレースであったかなっていう,ふうに思いますねこのレースに限ってその馬券的な妙味ということで荒れるそういったこともあっても悪くはないと思うんですがただ G1 の,のステップレースということですんでこういった結果の方が今後へ向けてはいいかなっていうような感じでいいレースではあったかなっていうふうに思いますねで展開的には 4番のサルサディオーネ、この辺あたりが行こうと押して押してっていう感じだったんですけれども、テーム迅速が速くて、まあそれで無理に控える形にはせずに花を切ったっていう感じで、スローペースに近いような平均ペースで引っ張って、それで参考のあたりでちょっと疲れそうな感じになりつつあったんですが、そこでも躊躇なくペースを上げて、ギアを上げていって、それでコーナーから マイペースで競馬を作っていって直線でも突き放すっていうようなそういったような本当にいい内容で勝ったかなっていう感じですねこういう逃げ先行場っていうのは一回リズムが崩れると調子を落とす可能性がありますんでこういった風に勝ってリズムのいい形で G1 に臨めるっていうのはいいかなっていう風に思いますねそれではうちの方から一頭ずついきますローズプリンスダムローズプリンスダムについては まあサルサリオーネもそうなんですけれども3歳重症、レベルの低いレースでローズ・プリンスダム勝ってサルサリオーネ2着というような形でしたのでやっぱりこの辺のクラスになると相手が強いかなという感じですね早めに手応えが悪くなったとっいう感じですねまあでも、この馬なりにしぶとい競馬をしてますし相手がだいぶ落ちればオープン特別のハンデ戦でハンデが軽くなればいいところ出る可能性があるかなというふうに思いますね。 バタイ面に関してはもうちょっと可能性を感じてたんですがパワーがついてしっかりと馬の形はできてきたはできてきたんですが小さくまとまったかなっていう感じもあってちょっと硬く映るところもありますんでその辺がもうちょっと柔らかみ躍動感バネを感じるようなバタイになれば変わってくる可能性はあるかなとは思いますねシャイニービームシャイニービームは引き続き出来が良かったですね絶好調に近かったんじゃないかなっていうふうに見えました ただ、不器用でずぶいところがありますんで、それがレースに出たかなっていう内容で、勝負どころでついていけなくなりましたね。で、好意、前から競馬をしたんですよね。ああいう風にポジションを取りに行くと、なおさらスピードや器用さを求められますんで、トップレベルのジョッキーじゃないとなかなか動かせないと思いますね。トップレベルのジョッキーでも、今回のレース展開だと動かせなかった可能性もありますし、基本的にはもっと後ろから乗った方が、 スムーズに加速しやすいかなっていうところはあると思いますねレースレベルによってはポジション取りに行ってもいいとは思うんですが今回はテーブ迅速みたいな早いレベルの高い先行馬がいる中でああいうポジション取りっていうのは乗り方としてはかなり難しいかなっていう感じですね、まあ、前走も高倉騎手が乗ってましたし相性ですね騎手との相性も合わなかったかなっていう感じですねモルトペーネ モルトベーネは3着には来たんですが、秋山騎手がうまく丁寧に乗って、それでなんとか3着にっていうような感じの競馬だったかなっていう感じで、チャンスがあるような競馬では全くなかったかなっていう感じですね。で、馬体なんか見てても体調いいと思いますし、調子はいいと思いますね、ただ、調子はいいんですが、重傷を勝った頃のような瞬発力がなくなってるんですよね。パドックで歩き方や馬体なんか見てても メリハリハの効いた足が使えるよようななな感じにはなってないんですよねただそれは年齢的な衰えというよりかは馬の作り方でこうなってるかなっていう感じがあって今の感じは力のいるダートだとか地方だとかそういったところでは構想しやすい馬体だとか走りにはなってる可能性はあるんですけれども、まあ、あの重傷を負った頃のレベルを求めるとしたらこれではダメかなっていう風な感じがしますね。ですからもうちょっと 胴体をうまく使えるようなお腹とか背中、腰、その辺を使って体全体を使えるような、あとは足先のバネですね、その辺もつくような作り方をできればっていうふうに思いますね。今のままでは厳しいんですが、ただスピード能力的には落ちてないっていうところですね。サルサリオーネ。サルサリオーネは、まあこのまなりに仕上がりは良かったとは思うんですが、やっぱり花を切れなかったら脆いですね。 まあ、花を切れればもうちょっといいところはあると思うんですが相手も強いですしやっぱりレ,レベルの低い重傷で2着をしたということでちょっと使い方が難しくなってるかなとは思うんですがただオープン特別ぐらいで楽に行かせてもらえたらいいところ出る可能性はあるかなっていうぐらいそれぐらい多少は良くなってきたかなっていう感じはありますねサンマルデュークサンマルデュークは道中中段のポジションを取ってそれで直線で内へ入って 上位の方に食い込んではきましたねうちの方をついた形なんですけれどもただ何、まあ、かポジションを取りに行ったから構想したっていうような感じのコメントをしてるんですけれども僕はですねもっと後方から腹くくった方が構想できてた可能性高かったかなっていうふうに思いますね。というのは結局はですね一旦中段のポジションを取ってもコーナーのところで置かれてずるずる後ろの方に一旦行きましたよね。 ああいう風に勝負どころで置かれてポジションを下げるっていうことはこれは結構馬にとって馬にとって無駄足というか負担をかけるような乗り方ではあるんですよねですからこの馬に関してはもともとが追い込み直線勝負っていうようなタイプの馬ですんで腹くくって最後方から乗った方が勢いをつけやすかったかなっていう感じがありますしもっと切れる足を使えるような馬ですんでレース展開的にもを後方から 中段後方から内をついても伸びるようなレース展開でもなかったんで、ま、直線スムーズに真ん中どころを外に出すというようなそういったような進路を後方から取れてたらこの間のもっといいところが出てた可能性はあるかなっていうふうに思いますね後方から末足を伸ばしたクイーンズ・サターンだとかあとはそうですねオールマン・リバーあの辺よりももしかしたらいい足を使えてた可能性もありましたんで なのでやっぱりこの馬は素足勝負に徹した方がいいかなという感じはありますね、まあ、中段辺りから競馬できることも相手関係次第ではあるとは思いますし、乗るジョッキーですね、トップレベルのジョッキーが乗れば、そういうポジションをある程度取った競馬もでき得るとは思うんですが、こんな風に3コーナーから4コーナーにかけて勝負どころで置かれるぐらいだったら、最初から後ろから行った方がいいかなとうう思いますね。 どちらかというと右回りの中山とかの方がハマりやすい、小回りとかの方がハマりやすいタイプかなっていうふうには思いますね。コスモカナディアン。コスモカナディアンは単勝100倍以上ついてるぐらい、それぐらい人気がなかったんですが、さっきも言った通り2着に来たのはフロックではないですし、これぐらいの能力はあるまですね。で、仕上がりが良かったですね。 歩き方なんか見てても、後ろ足、格子の出方なんか、スッスッツっていう風に無駄の少ない歩き方ができてて、まあ、いかにもスピード競馬で器用な立ち回りができそうな、それで背足もなかなか良さそうな、そういったような感じの馬体歩き方できてますね。ですから、フェブラリーステークスも、もしかしたら、位置取り、進路取り、そういったところがハマった場合ですね。 ジョッキーがうまく乗れればもしかしたら構想できる可能性ありうるかなというぐらいそれぐらいいい馬ですね。マイル適性ということに関してはわからないんですけれども、まあ、もうちょっとマイル以上マイルよりももうちょっと距離があった方がいいかなという感じの馬ではあるんですがただ、マイルもこなせなくはなさそうなそういったような感じの馬ではありますので、まあ、うまく馬群の中で足を溜めて末端を引き出せればいいところあると思いますね。で 丹内騎手、ね、はマイネル軍団の主戦の中で一番馬を追うということに関しては一番レベルが高いかなっていうふうに思いますんで引き続き丹内騎手が乗った方がいいかなっていうふうに思いますしであとは左回りと右回りどっちがいいのかなっていう感じでなんか左回りの方が良さそうな雰囲気ありますし。 引き続き左回りで行われる東京のマイルのフェブラリーステークスこの馬はできさえキープできれば注意が必要な馬になっていくかなというふうに思いますねタガノエスプレッソタガノエスプレッソはまあこの馬なりに仕上がりは良かったかなというふうに思うんですがただ、まあ、やっぱり相手が強かったかなという感じはありますねただ まあそんなにですね、ついていけないっていう感じでもなくて、もうちょっとスムーズに進路が開けば、もうちょっとだけついていけたかなっていう感じでしたんで、左回りがあんまり良くないかなっていう感じもあるんですけれども、右回りの方がついていきやすいかなっていう感じはあるんですが、ただ、そうですね、もうちょっとスムーズだったらっていう競馬でもあったかなっていう感じですね。ただ、この間に関しては戦前にも言ってたように、切れる足がないんで、差し馬、 なのに切れる足がないっていうところはやっぱり冷戦界によっては不発っていうような競馬が多いかなっていう感じもありますしテーム迅速テーム迅速は逃げ馬逃げ先行馬ということで目標にされやすい戦法の馬なんでやっぱり簡単ではないかなっていうところがあって今回も楽な競馬ではなかったですね結構プレッシャーはかけられた感じですし後半 厳しいレースだったからこそ、後続の馬たちも手応えが悪くなったっていうところがありますね。ですから、内容としては強いですし、直線突き放せるのかなっていう中でしっかりと突き放した。あの辺なんかはこの馬の自力の高さっていうものを感じましたね。で、一本上司ではなく、あれだけ突き放す足もあるわけですし、まあ、瞬発力勝負になると、やっぱり G1 になると、 難しいところは出てきますんでやっぱりこの馬の持ち味スピードとしぶとさを生かすっていうところでどれだけ腹をくくって乗れるかっていうところですねチャンピオンズカップの時っていうのはミスはなかったんですがちょっと中途半端な感じにはなった綺麗に乗りすぎた感じはありましたんでまあ早めに先頭に立って後続の馬たちを潰すぐらいなそれぐらいなギアの上げ方をしていって競馬をできれば。 違った結果になってたと思いますし、フェブラリーステックスでは古川騎手は思い切って乗ってほしいですし、陣営の方々もそういったふうにお前が思い切って乗れば文句,を文句は言わないというような次も乗せるよというぐらいのそれぐらいな信頼を置いて送り出してあげてほしいなというふうに思いますね。あとはテイム迅速道中ちょっと引っかかっているように見えるようなところがあるんですが 天皇賞春を勝った時のスペシャルウィークもちょっと引っかかり気味な感じに見えたんですよね。それで強い競馬をして押し切ったんですが、スペシャルウィークと同じでテイム迅速もこれは引っかかってるっていう表現が合わないかもしれないですし、この辺に関しては、まあ、馬によってはこういう感じで折り合ってるような馬もいると思いますし、テイム迅速なりに折り合ったっていうふうに解釈した方がいいのかなっていうふうに思いますので、この辺に関しては、まあ、気分を害さなければ、 折り合って,るっていう風うに捉えていきたいなっていう風に思いますね。ディア・デル,レイ,ディアデルレイは道中のの走りりリズムがが悪かったなっていう感じがありますねこの着差がそのまま能力というわけではないですしここではもちろん上位の馬かなっていう風に思いますね。でスタート直後にですねスッとテーム迅速の外をつけちゃえば2番手からの競馬になってましたしそういう風に。 道中から2番手ですんなりと競馬をした方がリズムよく競馬をできた可能性があったかなっていうふうに思いますんでああいうふうに3番手4番手に中途半端に控えてそれで低無迅速から遠いポジションになったことによって逆にリズムを崩したようなところはあるかなっていうふうに思いますねで、まあ、この馬に関しては 仕上がりとしてはもうちょっとふっくらとしてほしいかなというところはあるんですが、まあ、でも悪くない仕上がりではあったと思いますしそういった中でこの馬に関しては先行できる馬ではあるんですが直線まで足がたまらないとっていうタイプでもありますので直線を向いた時点でもう手応えがないというような感じになってましたので、まあ、こういう競馬になってしまうとこういうふうな極端な形で凡走ということもありうるかなというところですね。 左回りが悪いとも思わないですし、まあ、要するにテーム迅速が作る厳しい競馬の中で手応えが悪くなったようなところもあって、まあ、その理由の一つとしてさっきも言ったようにスタート直後から2番手というすんなりとしたポジションを取らなかったというところも理由としてあるのかなという感じはありますねただすんなりと2番手から競馬をしてたとしても 馬券圏,圏内に残れたかどうかは疑問かなっていうところで、まあ、今回は相手が強かったレースレベルが高かったっていうふうには思いますねオールマンリバーオールマンリバーはですね、まあ、仕上がりは良かったですし悪くはないんですがやっぱりその一瞬の動きが速くないというかじりじりとしか足が使えそうにない馬体もしてますし器用、まあ、さもないですね ですからああいうふうに極端な形で後方から行く形がベストかなっていう中で、まあ、そういった中で差しが効くような差しがはまるようなレース展開にはならなかったかなっていうところですね要するにレース前から想像できることでテーム迅速がスピード競馬をする中でそういった中でこういう競馬にフィットしないタイプの馬かなっていうところですねレースレベルが下がればある程度ポジションを取って中段あたりからも競馬しやすいとは思うんですが やっぱりこの辺のレベルで戦っていくとなると、後ろから腹をくくって、それではまるのを待つっていうのがベストかなっていう感じですね。アスカのロマン。アスカのロマンはちょっと良くなってますね。体調の方はかなり良くなってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、馬の形の方も悪くはないかなっていうふうに思うんですが、まあでも、やっぱり脚力だとか、あとはお腹や腰の方、その辺をスムーズに使う、そういったような一瞬の動きが 鈍くなってるかなっていう感じはありますね。例えば、切れ味、瞬発力タイプが年齢を重ねて、それで、そういった中で、切れ味はなくなっても、しぶとい素足、ジリジリと足を使うっていうような、そういったような形で、能力的にあまり落ちないような形で行くことはできるとは思うんですが、アスカンノロマンはですね、スピードタイプなんで、 元々がスピードタイプということでそういったことでピークの力を求めるっていうのはなかなか難しくなってくるかなっていうような感じがありますねやっぱ年齢的に鈍くなったりだとか無駄肉がついたりだとかそういったような体の使い方もうまくスムーズにいかないようなところも出てきてるかなっていう感じがありますただそういった中で徐々に良くなってますしまあ今の感じだと OL トップレベルのジョッキーを乗せたら多少は違うかなっていう感じはありますんで その辺で、その辺の機種を乗せて復調を期待するっていうような、追い切りなんかも乗ってもらって、それで馬のスイッチが入るような形になれば、いいところが出てくる可能性もあるかなっていうふうには思いますね。ドラゴンバローズ、ドラゴンバローズも良くなってますね。体調なんかいいんじゃないかなっていうふうに思います。もうちょっとふっくらっとした感じでもう少し。 脚力躍動感があるような感じになればっていうところはあるんですがただかなりバランスの方も良くなってきてるかなっていう感じですねもともとはここのメンバーでは上位5等にぐらいには入らなきゃいけない勝ち負けしなきゃいけないレベルの馬ですし、まあ、今回の出来でもある程度構想できるレベルにはあったんじゃないかなっていうふうに思いますねそういった中で中段の内の方でごちゃごちゃバタバタした競馬をして直線の方も チャンスがあるような、ビクトリーロードが見えてないような、バタバタした、ただ、形だけつけたっていう、一生懸命追ってますよっていう感じの、に見えるような、そういったような競馬をしただけで終わったかなっていう感じで、今回のレース展開を考えたら、直線は真ん中どころ、外の方に出した方が、馬は伸びたかなっていうところですんで、まあそういったような競馬をしてれば、というか、まあやっぱり、 手応えが悪くなったというか反応が悪くなったっていうのは技術的な問題なんでやっぱりトップレベルの機種が乗ればもうちょっと反応よく動いてくれたりだとかやっぱり和田騎手との相性が合わないっていうことですね馬を動かせなかったっていうのが一番の理由かなっていうふうに思いますねサングラスサングラスも出来は良かったんじゃないかなっていうふうに思いますねただこの馬は切れる足がないんでやっぱり前が止まってくれないとっていうところはあると思いますね ちょっっとメンバーも強かったかなっていう感じですただ、しぶとい末足ありそうですし、相手関係、あとはレース展開、コースなんかも小回りの方ですね、そういったようなフィットするような条件があればいいところ出てくると思いますね。ゴールデンバローズ、ゴールデンバローズもデッキは良かったと思いますで、ね、体調も良さそうでした。馬の形なんかもパドックで見てたらそんなには問題ないんですが、ただ、 やっぱり気象的にですね、追い出すと上ずってしまうというか、余計なところに力が入ってしまう。そういったところが調教の時からある分、効率よく推進力を埋めない。うまく体を使ってスムーズに加速できないっていうところがあるんだと思いますね。ですから、やっぱりピークの時と比べると、体の使い方が良くないですし、能力的にだいぶ落ちてるなっていう感じですね。まあ、ただ、今のこの馬としては、 よくはなってると思いますんで緩急のある競馬だとこういう馬っていうのは乗り方が難しくなるというか、まあ、切れる足もあるわけでもないですし今はですね短距離に転向した方がもしかしたら乗りやすいかもしれないなっていうところがあってワンペース気味の競馬だとそのまんまの勢いでゴール前にもしぶとさを生かすっていうようなことがしやすいかもしれないんで。 短距離に転向してみたら面白いところあるかもしれないなと思いますねクイーンズサターンクイーンズサターンも引き続き出来は良かったと思いますねただ後方から言って四コーナーのところでぶん回してるんですよねあそこの勝負どころ四コーナー前後のところっていうのはスピードに乗り始めるところですしあそこで遠心力内から外へ働く力に逆らってああいうような負担のかかる回り方をすると フォームを崩したりだとか突っ張って走ったりだとか直線でのキレが鈍るっていうようなところがあります、まあ、馬によってはああいう乗り方しても大丈夫な馬もいるんですけれども今回に関してはマイナスに働いたかなっていう感じでもうちょっと丁寧に回ってきて直線を向き切ってからフォームを安定させて追い出すっていうぐらいなそれぐらい余裕を持って乗ってればもうちょっと切れる足は使えたかなっていうふうに思いますねまあでも やっぱりこの馬の力は見せたかなっていう感じで展開はまればこのメンバーでも突っ込んでくる可能性はある馬かなっていう感じですねテーム迅速みたいなスピードタイプの馬がスピード競馬に持ち込んだということで追い込みにくい展開にもなったかなっていう感じではありますね湘南アプロン湘南アプロンも調子は良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね馬体のバランスなんか見ててもそんなに悪くはないですし もうちょっと走ってもいいかなと思うんですが、ただ、スタート直後のダッシュ力、以前は逃げてたりしたんですが、以前ほどは行けなくなったかなという感じでもっさりした感じがあるんだと思いますね。まあ、他の馬たちも今回は早かったんで、まあ、ちょっと行けなかったとっいうところもあるとは思うんですが、好意から競馬をして、それで4コーナーぐらいまではなかなかいい内容の競馬をしたかなという感じだったんですが、直線で伸びずというところですね。あのの辺は年齢的なな衰えなのかかそれか 相手が強かか、かっったのののそれとともここ間自体一叩きしてて変わってくるのかっていうところですね。ちょっと様子見が必要かなっていうところですがただ変わってもおかしくないような場体ではあったかなっていう感じですねメンバーがとにかく今回強かったんで参考にはなれないかなっていうところですね以上です吉本興業 ABCDEU 加減というコミの東野津倉と申します失礼します